いつも YouTuber をご覧くださりありがとうございます。動物看護師のエリです。このチャンネルではペットの自然療法や飼い主様がご自宅でできるペットの簡単ケアなどをお伝えしています。今回はご質問いただきました内容についてお答えしたいと思います。フィラリアのお薬をね、インターネットや通販で販売しているのを見かけたんですけれども、そちらで購入しても大丈夫かということでした。フィラリアのお薬やサプリメント、フードについてお答えします。ズバリ結論から言うと、フィラリアのお薬は NG です。以前にね、フィラリア症のお話を動画でねアップさせていただいたんですけれども、詳しくはそちらの方を見ていただきたいんですが、基本的にフィラリアの薬というのは毎年春に、ね、お薬を始める前に血液を少し取って、その子がフィラリアにかかっていないかどうかの検査が必要になってきます。もしフィラリアにかかっている状態でお薬を飲んでしまうと、まあ、体の中にねフィラリアの小虫がこう血流をね巡っている状態ですので、そこにこうお薬を飲んでしまうと、小虫がみんな死んでしまいます。そのような状態だと血管内にね小虫が詰まってしまってショック状態になってね、まあ、死んでしまうといった危険性もありますので、必ず獣医さんに相談してフィラリアのお薬をいただくようにしましょう。はい、次にサプリメントや療法食はどうかというと、まあ、サプリメントも療法食もそうなんですけれども、獣医さんがその子の症状や状態を見て診断して、まあ、療法食はいろんな種類がありますけれども、例えばおしっこのご飯、心臓に、ね、いいご飯とか、まあ、肝臓、腎臓、それから皮膚ですとか、まあ、関節にいいフードとかね、もう本当にたくさんあるんですけれども、まあ、そういったことを考えてお出しするご飯なんですね。例えばその病気が改善するように考えられたご飯、あとは、まあ、病気が悪化しないように考えられたご飯、今のいい状態を維持するためのご飯だったりします。獣医さんが判断して療法食をお出しした状態というのは、その時のその子の症状、状態に合わせておすすめしたフードです。ですから一度動物病院でサプリメントや療法食をおすすめされてね、買ったからといってインターネットや例えば他のねお店など、普通にホームセンターなどでも最近売られていますので、ずっとねその療法食を食べ続けていいというわけではありません。やはり獣医さんの診断が大事になってきます。もしかしたら病気が改善されていて療法食を食べなくてもいい状態かもしれない。もしかしたら悪化していて、お薬やもっと他のフードに切り替えた方がいいかもしれない。そのような判断はやはり獣医さんしかできませんので、ずっとねサプリメントや療法食をね続けていって大丈夫ですよというわけではないんですね。ですからあなたの大切なワンちゃんや猫ちゃんと、まあ、ずっとね楽しく過ごすためにも、やはり動物病院での購入をおすすめいたします。本日もご視聴ありがとうございました。概要欄に YouTube チャンネル登録、各 SNS の URL を貼っておきますので、そちらの方からぜひ登録をお願いいたします。それからグッドボタンも忘れずにお願いします。今日ご紹介するワンニャンはトイプードルのルルさんです。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。